イバックスマネージメント学園。今回の学園は5人組ダンス&ボーカルグループ、ダイスのボーカル花村想太さん率いる ABEX 納豆部。ナレーションはどこでも駆けつけちゃう学園の駆けつけ女王宮脇紫音が担当させていただきます。今回の納豆部は部活単体では学園初となったイベント納豆部バスツアーの模様をお届け。参加できなかった SNS 部員の皆さん必見ですよ。さあというわけでバスツアー当日を迎えました。イエーイ、やった。気合入ってますか？もう気合十分です。いやそれよりもみんな寒すぎて朝早すぎて朝7時朝7時東京駅要するに何時起き？6時納豆部の、はい、バスツアー参加者、はい、バス約5台、あ、約じゃないわ、バスがですね全部で5台ありまして、いやすごいですね、総勢約200人でございます。おー、すげー、めっちゃありがとうございます。ありがとうございます。すごいわ。今回のバスツアーはバス1台1台に4人が乗り込み、お客様に挨拶してからスタート。おはようございます。ABEX 納豆部と行くバスツアー盛り上がっていこうぜ。何今のま今のま何顔見て笑われました。わかる。俺も自己紹介するとき、ダイスのときいつも笑われる。それでは納豆の聖地茨城県に出発です。最初に立ち寄ったのはさて、東京出発しまして現在友部サービスエリアでございますよ。はい、はい、来たぜ友部。みんな、はいはい、絶賛、はい、寝起きです。なんとこのサービスエリアでですね、はい、納豆ドッグがあるんです。イエーイ。いやもうね、マジっすか。ちょっとね見えてる。そうですよ、うまそう。だからここで泊まってるわけですよ。それでは納豆部の皆さん、納豆ドッグの調査お願いします。すげー、ありがとうございます。僕ねこのしらす納豆ドッグっていうの食べてみたいな。でも全部食べよう。しらす納豆ドッグとチーズ納豆ドッグと納豆ドッグじゃんけんして、はい、じゃんけんして負けたやつなしな。マジできついねそれ。じゃあ僕、あ、全種類を2つ…ボケ落とした。僕、コロッケドッグって言おうとしたんですけど全部完全ボケ…ごめん、ちょっとカメラに向かって僕やってるじゃん。いやいやいや、逆に嫌じゃないですか。逆に嫌じゃないですか。ほんと申し訳ないから。なんか顔ついてんだよ。いやいや、これ違いますよ。これジーザスって言ってね神様がいるんですよ、ここやめてくださいよ。ということで、完成までしばらく待ちましょう。じゃあ踊るわ。え待ち時間をダンスで。いやもうちょっとさ寒いからさ、でも言ってもやっぱり待ってる時間が、うんうん、ナイキー何できたら車持ってきて。はみんなで待つんでしょ。もう納豆パン、これ納豆パンじゃねえ、納豆ドッグ出来上がってきてるし。本当ですか。そうよ、まだかかりそうですね。で戻ってきた頃にはもうすぐ呼びに行かなきゃいけないぐらいになるから。じゃあ竹内さん、よろしくお願いします。なんでやねん。すごいね。ごめんごめんなさいごめんなさいごめんなさい。関西の方ですか。たけしさん、ここは諦めてデリバリーお願いします。ほんとにこの AMG 学園のスタッフ覚えとけよ。なんかやったな。ほらほら買ってきたぞお前ら。ほら見てください、納豆ドッグ。おっ、右から、カメラから見ると、左から納豆ドッグ、チーズ納豆ドッグ、そして、しらす納豆ドッグです。で、しらす納豆ドッグの方にはですね、うん、醤油がかかっております。おー、いいんじゃない。はい、とりあえずじゃあ僕から納豆ドッグ食べていこうかなと。あー、マジ。はい、いただきます。お、ちゃんと納豆を伸びてね、いいんじゃないですか。お、美味しそう。めっちゃうまい。あのね、もう結構まんまなんですけど、ホットドッグに納豆、この相性良すぎる。伝わった、それで、伝わる。伝わる。伝わる、それで。もうこの顔見て、うん、うまい。ほら伝わった。ちょっと進化系、納豆部編で。とここで部長から無茶ぶりが。
毎週芸込みで、あ、一発芸込みでね。毎週力でも進化してるからな。いける、かませ、君ならできる。部長に言われてるからね。電気が荒れるほどの粘り気が口の中であられる。あー、吸い込まれる。やべえ。完全に部長に遊ばれてしまったたけしさん。そして残念ながら食レポの途中で出発の時間に。一行は茨城県の老舗納豆、船納豆の工場見学へ向かうことに。ちなみに納豆部のメンバー曰く、チーズと納豆の相性が抜群なチーズ納豆ドッグ、醤油とからしでいただくしらす納豆ドッグ、どちらも絶品の味だったそうです。そして船納豆に到着。お客さんたちと合流する前に4人で船納豆の工場を先に見学させていただくことに。よろしくお願いします。すいません、失礼します。工場長、よろしくお願いします。わかりやすく、僕なんか2回目スライドで行く。そうだね、うん、うわ、すごい、すごい。これちなみに多分中入ったらもっと納豆の匂いする。あのこの状態ですとまだ納豆になってない、あ、今現在の状態なんで、この納豆の匂いというよりはあの豆をふかした、あ、めっちゃする匂いですね、の方に隙間からめっちゃしますけど、じゃない。あのね、ちょっとね、ここ隙間から匂うんですよ。匂わないですか？全然匂わない。あれ？わかるよ、わかる、匂う、匂うよ、匂うよ、俺は。一緒でしょ。いや、むしろ匂わない。むしろ匂わない。むしろ匂わない。本当、むしろ匂わない。本当ですか？おい。小宮山さん、何の匂いを嗅いでたんでしょうか？一方、今回初めて納豆工場を見学した花村部長は。僕らも食べたことあるじゃないですか、はいはいはい、僕納豆の日に食べたこともあるんですけど、はいはいはい、あの船納豆さんを、うん、ああやって手で詰めてるんだね。ね、機械とかじゃないんですね。なんか感動しません？船納豆の工場見学で改めて感謝の気持ちを感じた花村部長。バスツアーに参加してくれたお客さんにもそんな感謝の気持ちを込めてお出迎えしました。納豆部バスツアー、続いてやってきたのは茨城県の観光名所で日本三名園の一つ偕楽園。ここでツアー参加者の皆さんと写真撮影することに。すると眩しさが消えたね。わっていう感じ。納豆部、え、何、ちょっと待って、ええ、校長、納豆部校長、なんと校長が緊急参戦。もたもたしてないだ。マジ、これマジか。早く早く早く、いや、早く早く、あの格好すんの校長しかいないもんだって。一番遅いやつはもう一周。上に参ります。一番最後のやつはもう一周だぞ。やばい恵比寿大国、何やらせるんじゃい。違う、俺もう今までさ、ちょっとさ、病気してて、はい、AMG 学園ちょっと休んでたから、はい、元気いっぱいになっちゃってさ、はい、で、あれじゃない、部活動のイベントはいろいろとあったけれども、はい、単独ソロツアーって初めてじゃん。そうだね、はい、何、どう、控えおろー。はぁーって言って、やべ、水戸だけに水戸黄門じゃ。なるほど、そういうこととか。そうなんだよ、なるほど。ところで校長が来た目的は一体何なんでしょうか？感謝の気持ちをちょっと名刺に込めて、ちょっとみんなに配ろうと思って名刺にサインつけて、バスツアー分の皆さんのやつを持ってきたんだよ。
ほんとほんとほんと、やばすごい、ほんとほんと全部直筆です。サインしてちょっと、ちょっと配ろうと思って。そう、学園の校訓にお客様第一主義を掲げる校長は、日頃学園を応援してくれるファンの皆様に感謝の気持ちを込めたサイン入り名刺をプレゼントするため、急遽バスツアーに駆けつけたんです。しかし校長には気になることがあったようで。たけしさん、俺さ、前俺帽子あげなかったっけ。それおじゃないよね。あの家に大事に飾ってあります。大事にかぶってこなかったのか。いや部長どうすんのこういう時は。あ、こういう時はですね、うん、帽子取らせます。大丈夫。たけしさんの校長への禊も済んだところで、早速写真撮影スポットに移動。行くぞ、せーの、ナットブ、イエーイ。実はこの場所、都市公園ではニューヨークのセントラルパークに次ぐ世界第2位の広さなんだとか。ということで校長からこんなお題が。どんだけ広いかちょっと武志になんか体で表してもらいたいな。そうっすね。やべ、まあ、多分、うん、広さ的に言うとこのぐらいすごいです。なるほど。なるほど。でも部長がこんだけやってる納豆部だからこんなもんじゃないよね、まだね。もっといける、もっと。まだ他の部員もいける。もっともっといきます。まだあの新入部員が結構ハート強いんですよ。ハート強いんだ。そうか、開幕園広いけど、いやもう見てる人に表すとしたらどのくらい広いんだろう。いやもうね、こんな広いね場所だったら、うん、こんなこともできるんですよ。よっしゃー。踏み込んでるわ。やばいわ。やばいわ。やばい彼。走行してる間にバスツアーのお客さんたちが到着。バスツアーの皆さん、よくわかりましたね、ここが。案内されてる、案内されてる。そうだ、案内されてる、はい、そうだ。一人一人感謝の気持ちを込めて名刺を配り、校長サプライズ企画は無事終了。私もお客様第一主義で日々精進します。いやもうまあ映像を見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、急に僕が喋らなくなってそうだね、間違いないですね、はい、あの部活の最初のもう単独ツアーなんでね、あの部長頑張って。はい、頑張ります。やっぱり部活動っていうのは部長がもう先頭に立ってガンガン行かないとダメなんで、もうバッチリそこはかましておきます。 それ鍛えられてって、また今度ねテレビで一緒になった時になんか楽しくできるように。はい、はいはい、間違いない、ありがとうございます。すごいですね、校長が。すごい、もう体から音が鳴ってますね。やば、今日は本当わざわざありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。言い残したことはないですか。言い残したこと、はい、頑張っていこう。部長なんとかしろよ。以上、納豆部でした。次回も引き続きバスツアーの模様を公開いたします。お楽しみに。